こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして。お久しぶりの方はお久しぶりです。ホビドワです。今回はこちら、バッドアスヒーローをプレイしていきたいと思います。ご覧の通り、アーリーアクセス版、アーリーアクセスビルド15と出ていますが、まだまだベータ版などね、いろいろとバグなどがあるかもしれないのでご了承ください。今作は 2D アクションゲーム、ステージクリア型のゲームなのですが、後ろにわかるかな？画面の、オープニング画面の後ろの方にコミックのシーンのようなものがね、が通っているんだけど、今作どうやら主人公のいる世界はコミックの中のワールドらしいのですが、そのワールドが何らかの影響で破壊されてしまったので、それを取り戻すために戦闘をしていくということらしいです。主人公はマシンガンとか銃器などを使って戦っていくヒーローらしいのですが、いわゆるコントラのような、かなり古いね俺の例えがね、最近であったかな、何か、とにかくコントラのような感じで難易度高めのアクションゲームとなっているらしいです。ステージクリア型らしいんだけどね。あとは少しローグライク要素もあるらしいので、そこら辺はちょっとプレイしながら調べていきたいと思います。では早速プレイだ。あ、これ主人公のようだね。あなたはかつてヒーローだった、偉大なヒーローだった。だがカオスが、混沌がコミックマルチバースを支配してしまったのだ。そしてあなたは全て持っていた力を失ってしまった。あなたは自らの物語を書き直さなくてはいけないのだ。あなたが本物のバッドアスヒーローだということを示した時のみ、世界は元に戻るだろうとのことです。ちょっと私の意訳が入ってる変な翻訳で大変申し訳ないがという感じのようです。おっ、かっけえ。こうやって選ぶのか。ステージバッドアスヒーロー 36-94 In the jungle, no one can hear you well。ジャングルではあなたの叫びは誰にも聞こえない。クッツァラコアトルの覚醒、かっこいい。俺こういうの大好きさ。ちなみに安いな、1ドルか。だってアップグレードがあるね、ヒーローアップグレード。ああ、これがそのアップグレードをして主人公死んでしまうとアップグレードなくなってしまうのかな、おそらく。ちょっとローグライク要素があるらしいのですが、知らない方にローグライク要素というと、大体死んでしまうと何かをなくしてしまう要素なんですけど、大体主人公のアップグレードとかだったりするね。スキルポイントというのが右上に出ていますね。ゼロですね。ないね。あ、これもやっぱり The Official Handbook of Bad Ass Hero Universe。 あなたがこのコミックのシリーズを買うことによって、もう知らなくてはいけないことは全てこのコミックの中に、このハンドブックの中に詰まっていますと出ていますね。あ、やっぱりアップデートですね。スキルクリーンゼロ、ネクスト 10% コンボタイム。あ、コンボが終了するまでに 10% 時間が延長されると出ていますね。そっか、コンボっていうものがあるんだね。まだゲーム自体はプレイしていないからね。コンボシールド、コンボがアクティブな場合、あなたの周りにシールドが発生する。あー、コンボが5スタックするたびに、5溜まるたびにシールド発動する。ここら辺はプレイしないとちょっとわからないね。インクライフタイム、インクが消えてしまう前に時間がもう少しかかるように。インクってなんだろう、 HP とかかな。ファーストトラベル、あ、すでに行ったことのあるフレーム内に一瞬で移動することができるようになる。ページだね。あ、そっか、ページみたいなのが出てくるってことだよね、要はね。まあ、これをスキルポイントがないので取れないんですが、当然。クリティカルコンボ、なんかいろいろとまだあるね。ここだ。サバイバルスキル、あなたの現在ヘルスは100ですが、120になると。なるほど、ヘルスの最大値などが上がるようだね。コンバットスキル、こっちか。リロードタイムが短縮される。お、いろいろとあるな。これ死んでしまうと本当になくなってしまうのかな。あ、主人公の外見変えられる。ほう、おお、嫌いじゃないよ俺。男、女性、カミングスーン。あ、まだ追加されてないですね。ヘア、あ、髪の毛があるのか。なるほど。ただ骸骨だとさすがに変わらないよね。骸骨にしたいんだけど、どうしようかな。まあ、これでワーペイント、どうしようかな。これないろいろできるな。おい、完全にバイキング、さっきのは。よし、これでスキンカラー。なるほど。骸骨にするのもいいんだけど、骸骨にするんだったらね、ちょっとゲラルトさん、さっきの。よし、ゲラルトさんでワーペイント。あ、黒の方がいいかな、これ。黒の方がね。あ、
サングラスあるんだ。よくわかんない人になるね。レイアウト、ワークインプログレス。まだ武器は変えられないということか。ただ表示が違うな。まだないのか、それともね、あと追加されるやつなのか。ネクストコミック、あ、これで変えられるのか。ロックド、まだいけないようだね。3って出てるね。どういうことだろう。ウォークインプログレスはゲーム内でまだないってことかな、多分ね。クリムゾンタスクオペレーション、まだのようだ。ではこちらやってみよう。さて、今回が初プレイなので音量が高すぎたり低すぎたりしてしまうかもしれません。その場合はコメントいただければ随時修正させていただきます。ってアマゾンの奥深く、古の邪悪なるものが目覚めようとしていた。それを食い止めることができるのは我らのバッドアスヒーローのみである。だがその他にもこのジャングル内ではいくつもの脅威が待っているだろう。だが幸運なことに、その脅威を排除することが彼の得意技だった、という感じです。歩く、ロック、なるほど。あ、ジャンプこっちか。あ、二段ジャンプできる主人公、ちょっとレベル高いな主人公。あ、コミックだ、ページコミックだ。あ、クリアした。はい、ジャンプ、ジャンプ、軽快に動くない主人公。空中でもう一回ジャンプすることができるぜ。はい、ジャンプダウン、下ボタンを押すと降りることができるよ、とのこと。いいね。右上に出てるのなんだろう。あるボタンを持つことでこれダッシュか。了解した。ちなみにそのボタン、私のコントローラー最近不調なんだよね。空中以外にも当然地面でもダッシュできるよ。あ、ダッシュしっぱなんだ、地面だとね。シュート、なるほど。で B ボタンで手動でリロードすることができるぞ。それでもなくても多分弾切れを起こしたらリロードするってことだね。分かりいただけるだろうか。このクロスヘアの下の方に、クロスヘアでいいんじゃないこれ。クロスヘアの下に出ているものがあるんだけど、あ、インクか、これが。早めに取った方がよかったな。これが弾の残量のようだね。あれ、主人公でも物理攻撃できないの？あなた、明らかに剣背負ってますよね。なたなた。なるほど。あ、インクはあなたのヒーローをアップグレードするのに使用するので、取ったら必ず、落ちたら必ず取ろう。うーず、なるほど。おっと、グレネードを LB で投げることで、おお、オーケー、いいね。ただ残量があるね。あれ、1個ずつしか投げられないだけで別に無限に投げられるのかな、ぽいんだけどな。いいのそれで。あ、おる、ノー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 、危ねえ、操作ミスです、操作ミス、危ねえやつだな本当。あ、 Y ボタンで近接攻撃ができるぞ。あ、ちゃんとできるんじゃないか主人公。そうだな、近接攻撃がないとな。あ、空中にいるときに下ボタンでストンプすることができる。はい、ほぼ全ての敵はこれで一撃で倒すことができるぞ、とのことだ。雑魚敵はってことだよね。 X ボタンでスーパーパワーをアクティブにすることができる。スーパーパワーはあなたが20体敵を倒すたびにリロードされるぞ、とのことだ。敵が一瞬凍るのか、今の主人公のスーパーパワーは。なるほど、強力だな。確かにバンバン使ってたらダメだよね。もう使えるようなものじゃないよな。なるほど。はい。敵を素早く倒すことによってコンボが発生する。コンボ中は手に入るインクの量が上がる。あとヒーリングオーブが入手できたりもするぞ、ということだ。こんな感じでいいのかな。うん、確かにコンボが出ているね。アマゾンの奥深くのどこか、私の冒険が始まる。あ、セレクトボタンを押しっぱなしにすることでこうやってページを見ることができるようだ。
あなたのゴールは各ページのラストにある。その各ページのラストに到着するとボスと対面することになるぞ、とのことだ。なるほど、了解した。おい、ちょっと待って、これ序盤に出るようなステージ合成じゃなくねえか。ちょっとおかしいだろ。かなりダメージきてる。大丈夫、これ死ぬんじゃない？難しいゲームだとは聞いたけど、あの骸骨たちよりあれが怖いんですが、普通にトラップとかが。例えば先ほどコントラって言ったよな、俺。コントラシリーズめちゃくちゃ面白いんだけど、すげえ難しいんだよ。俺の記憶に難しいってのしか出ねえからな、コントラって言うと。コントラって言うと難しいなんだよね。さて、ここで右にも行けるが、左にも。どうしたものか。ここ降りるか。小さい場所だし。あいつ爆発しそうじゃね？あ、間違えた！ちょっと間違えて投げちゃうんだよね、ついつい。俺は試してやってみよう。うん、やっぱり数が減ってるね。インクちょうだい。これは早々に早めに攻撃力を上げたいところだな。マシンガンの SMG だからサブマシンガンなんだけどね。おっと、探索するべきか。ただ HP が結構減ってるからやめた方がいいな。まずボスがどんな感じなのか今作わからねえし、とりあえず右だな。アイテムがあるかもしれないと思ってたんだけど、あるのか本当にわからないから今のところはやめておこう。上空に向かって攻撃ができるわけではないか。よし、インクが恐ろしいところに落ちたな。ここからはいけねえのかよ。えい、ママよ、いけないな。まいった、大きい方の部屋に行かなくてはダメか。ついやっちゃう。おっと、ついグレネードを使ってしまった。痛い。配置が絶妙だな、敵の。ちなみに今作実はちょっとマップは自動再生生成されるようですよ。ある程度はってことだと思うけど。おっと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 、やらせねえよブラザー。そうはとんやいかねえよ。何これ、A ボタンでオープンだ。おお、武器を変えることができるのがアブソブ。右か左か、今使ってるやつを使うやつだね。次、ダメージの量が上がる攻撃シングルバレットダメージが普通に上がりますね。リロータイム 1.1、 リロータイム今使ってるのより明らかに早いな。クリップサイズ1。ああ、これスナイパーライフルって書いてあるもんね。一発ずつしか撃てないのか。いや、やめておこう。アブソーブ、そうか。装備をしないと逆にインクを手に入れることができるんだね。なるほど。さて、ボスのはずなんだけど。ページスタティックス。ポータルオープン。ああ、まだあったんだ。じゃあ探した方がいいね。マックスコンボス7。Don't hide. Play like a real badass. 隠れるんじゃない。本物のバッドアスのように戦うのだと。おい、ちょっと待って。これどうやったら帰れるんだ俺。パワーアップしないんだけど。あとページのラストまで行ったけどボスいなかったね。ページのではなくてコミックのラストに行けばってことかな。ページって書いてあった気がするんだけどな。コミックのラストってあれだぞ、モノ本だったら20ページ弱、1ドルのやつだからもっと少ないのかもだけど、大体そのぐらいかな。あ、死んだ、死にかけた。物は試しに一回死んでみるのもいいな。インク結構溜まってる気がするんだけど、どうなんだろう。おっと、さてなんだろうこれは。カーソブシアカーアーマー 10% ダメージを軽減させる。どうせ死ぬからこれを取ろう。死んだら多分なくなるだろう、あれは。なんでか、なんでそう思うかって、ローグライクだから。多分ローグライク要素としてはあれなんじゃないかな。道中で手に入れた装備がリセットされるだと思うんだ。そうだと願いたいよね。それだけだったらいいんだけど。やべ、せめて下にあるやつをアブソーブしてから。グレネード今使ってるやつの方が強力じゃねえか。あ、およし、せっかくだ、やってみよう。はい、死にました。
ヒーローレベル、スキルポイント。あー、なるほど、インクを入手してスキルポイントが手に入るわけだ。なるほど。突然ヒーローは死んでしまった。あなたは死んでしまいました。さあ今こそアップグレード、あなたのヒーローをアップグレードすることができます。そしてまた行く、またやってみます。心配することはありません。最初はみんな失敗するものですとのことだ。ではどこら辺から強化していくかちょっと調べてみよう。 HP は必須だと思うんだが、ヘルスドローブチャンス、あ、ヘルスが敵がドロップする確率が上がるというもののようだね。コンボが20以上の場合、20以上溜まっている場合で敵を倒すとあなたのヘルスが少しアップする。どうしようかな。コンバートスキル、リロードタイムが短縮。あ、たまにグレネードが敵を倒すときにたまにグレネードがドロップするようになるぜってやつだね。グレネードを持ち歩ける回数が上がる。はいはい。しかしあれだな、武器の威力が上がるとかはないね。コンバートスキルとかでもあるけど、クリティカルダメージを敵に与える可能性が発生するようになる。あ、取っておかないとな、これは。はい、こんな感じですかね。これも取っとこう。とりあえず敵がグレネードをドロップする確率があるようになった。前はなかったからね。で、クリティカルチャンスが発生するようになった。ここは10まで上げられるのか。強力だな。5ずつ上がるんだったら50までいくの？高くね？とりあえずここは取りたいとして、キリングでミラノリスポンポーションミニポータル、敵を倒すとドキドキポーションのミニポータルが出るようになると、スーパーグレネード、10コンボを達成するごとに1回スーパーグレネードを投げることができるようになるとのことだ。どうしようかな。これを取ってヘルスドロップチャンスもいいんだけど、これはもうヘルスかな。コンボの時間か。どうしよう。コンボシールド、ここら辺も重要だよな。もうどれから取るべきか悩みどころだな。ヘルスゲージを素直に上げようか。ここはね、やはり次はちょっと1点足りないけど、ドロップチャンスアップか欲しいけど、ポーションミニポータルがたまに出るようになるとのことなので、これをちょっと取っておこう。たまに敵を倒すとポーションミニポータルが発動するようになるよってやつだね。よし、では行こうか。ちゃんとローグライクしてるね。さて敵が来たぞ。やはり武器、初期武器はこれなんだね。これはあれだな、逆に武器を取らないことでインクを貯めるっていうのがいいのかもしれないね。場合にもよるだろうけど、インクの画面に残る時間が高くなるやつあったじゃない、あれが取りたいな。あ、これか、グレネード。ただすでに最大値なので宝の持ち腐れ、そう、フルって出てますね。でも出るようにはなった。ちょっと間違えて使ってしまったけど能力気にしないで。リロードがね X じゃないんだよリロードしようとして X ボタン押しちゃったんだよね。なんとなく頭の中でリロードは X だろうというのがあるんですが、私、皆様どうでしょうか。はい、ワークインプログレス。何？ああ、外見がまだないんだ。インクストア、スモールインクストーン。敵を倒した時に入手できるインクの量が 10% アップ。よし、これは取ろう。なるほど、あれはまだ外見がデザインされてないようですね、ゲーム内で。アーリーアクセスだからね、そこはしょうがない。でもいいよね、ちゃんと能力自体はゲーム内に追加してくれてるのはすごい嬉しいな。ゲームによってそこら辺を後回し、外見がないとね、ちゃんと入れてくれなかったりとかするからな。ヘルスオーブでも結構ドロップしてるよね。かなりプレイしやすくなったんじゃないだろうか。あと今作プレイしてて思ったんだけど、ライブ配信向きだよねローグライク系ってライブ配信の方がね、なんかいい気もするんだけど。さっきなんかドロップしたね。ポーション、あ、ポーションってなんか能力なんだ。俺はてっきりね、回復系のポーションだと思ったんだけど、違うようだね。そのポーションではないようだ。これ打ち消せたりとかしない？敵の弾薬割と危ねえんだけど、場所が
これ見たことか、それ見たことか。当たるからね、あれ。当たるからね、あれ。行った瞬間じゃねえか。おのれ、インクが取れない。OK。あ、さよで、いけないとおっしゃる。これだけ？痛い。しょうがねえな。駆け抜ける。主人公の外見のカスタマイズもなかなか面白いよね。他にもいろいろと入手できるようになったりとかするんだろうな。入手できるのか、普通に序盤からアンロックされてるのかわからないけど、ここはあえてアンロック形式の方が俺的には嬉しいんだけどな。アンロックしていくの、お金とか使ってアンロックしていくのが面白いですよね、このタイプのゲームってと思うんだけど。 Oh no。またポーションっぽい何かを入手したな。コンボが終わるのが早すぎるな。強化しないと、あのコンボをいくつ貯めて能力発動系は、まあまず意味をなさないよね。まず使えないと思うんだけど。あと敵が HP 回復用のインクをドロップするのは上げた方がいいな、早めに。多分あれを上げることによってかなり生存できる時間が長くなるので、結果探索時間が長くなると思うんだけど。しかし敵がバンバン撃ってくるな。おっと、新しいやつ、アサルトライフル。ものは試しは使ってみよう。おいえ、使えるね。あとちょっとバウンドするようになったね、弾薬が、弾が。また間違えて能力を使おうとしちゃったよ。インクが取れない、取れなかった。このレアーデン武器大好き、攻撃大好き。この反射するの使えそうだな。俺ではうまく使えないわけだが、こんな感じでちょっと使えるんじゃないかなと思った。 HP の最大値上げよう。序盤も序盤なので、もっぱらあれですよ。あ、痛い。ゲーム始めたばっかりだからね。どちらかというとインクを優先してプレイしてるんだけど、インク取るのね。ここら辺はあれですよね、やっぱりインクとかを取ってアップグレードある程度してから住みたいところ。楽しい。リロード速度結構速いしな、この武器。インク、俺のインク。よし、 OK、 リロードしとこうね。さっきリロードしたような気がするけど、マップはもう下に行くしかない。あれ、謎ハテナマークがでもあるな。なんだろう、ここにハテナマークあるね。なんだろう、何かある。ここら辺だよな、位置的に。何かあるのかね。あ、やべ、まあいっか。あ、ダメだ、フリーズ使えない。よし、帰ろう。あそこは殺される、行ったら殺される。 HP 回復、 HP 回復。ウォー、 HP の回復量が上がるみたいなのあったっけ。なかったよな。5ずつしか回復しないので結構低いよね。ボス部屋がどうのって言われたんだけどな、ボスいねえな。あれ、向こう行くと死ぬんじゃね？わかんないけど、大丈夫だった。オッケー。レイジ、うん。あ、そっか、能力が変わるやつか。21回敵を倒すと8秒間レイジタイムが発動する。撃つ速度とリロード速度 110% 速くなる。クリティカルチャンスがプラス 43%。 あ、なかなか強力でもいらない。今は強化が優先だ。チップス9で、ボスを倒した後に出現するゴールドのパッケージは、ゴールデンパッケージはレジェンダリーアイテムが入っているぞとのこと。でも死ぬとなくなっちゃうんじゃないのかな、それも。どうなんだろう、なくならないやつもあるのかな。なあ、なんか入手すると それは、あ、おっと、あれ、ボスじゃねえけど強力なのいるな。こちらの攻撃が反射するのをいいことに、ちょっとちまちまとやります。あ、やべえ、このジャングル危ねえんじゃね？大丈夫なのかこれ。
あら、ボスファイト。最後じゃないじゃん。ブラッディ・サンデュー。私は彼の目を覗き込んだ。そして、暗闇を見たのだ。目、どこ？なくない目は、いきなり中央。だよね。そうだよね。おいおい、待て待て待て、ブラザー。待て。ああ、やられてしまった。あと一発じゃね、あれ。おのれ。おのれ。ということで、アップグレード。どうしようかな。とりあえず、コンボタイムをアップ。インクライフタイム。あ、これだ。10% アップか。インクピックアップレンジが欲しい。インクをピックアップできる距離が、ちょっと高くなると。これは早めに最大値まで上げた方がいいな、ピックアップ。で結局クリアがやっぱりクリアというかやったアップグレードがほとんどインク取るやつ。インク欲しいんだよ。おっと、早速せっかくあのマシンが持ってたのでやっぱりなくなるね。あ、 SMG 同じやつだ。ただ攻撃力が現在使っているものよりは高いよ。だったらリロードタイム上がってんな。まあクリップサイズ上がってるからいいか。毒効果があるのか。あ、毒のあぶくみたいのが出てるよね。なんだか見てみよう。クリアしてもやることは、武器を変えてもやることは大体同じ。剣で叩く。ボス倒したらどうなるのか見たかったんだけどな。レジェンダリー武器って要はああいうボスを倒した時に出てくるよっていうことかな。6ダメージをちゃんと的に当てていってるね。やっぱり当たらないかとは思ったけど、物は試しね、やるしかないからな、こっちそら。壁貫通で当たらないか。ならばしょうがない。よし。インクを取得できる距離上がってるには上がってるけど、あんまり実感ないな。やめて。やめて。これ毒だったのか、そういえば、多分。次に毒ダメージ与えられるようになるよってやつだと思うんだ。こんな感じでいいかな。したかな。今回スムーズにいってるね。なんかフラグ立てた気がするけど、おっと、トラップに引っかからなければある程度はね。やべ、それ見たことか。トラップなんて言うからこうなるのだ。 OK。 上行って右か。このまま行くか。こんなトラップ引っかからないだろう。で右だね。おいえ、敵ちゃんとこちらの攻撃が当たるとのげそってくれるんだな。グレネードいらない。アプソ。グレネードなどいらぬ。今ちょっと危ないことしたよね俺。あと空中ダッシュをあんまり有効活用してないよね俺。これやっぱりハテナマークが上にあるな。なんだろうあれ。俺何見逃してるんだ。壊れる壁とかあるのかな。珍しく10コンボ、10ちょっとコンボが溜まってるね。まあさすがにもう切れちゃうだろうけど、コンボタイムをやっぱり上げないと長時間コンボを続けてやることは無理っぽいな。ていうか上じゃねえか、全く逆方向じゃねえか。まあ敵が復活しないだけマシか。そもそも敵が復活したらインクをずっと稼いじゃうからな。インク結構溜まったね。うまい感じに取得できているからね。ほら、あのインクを入手できる距離などが増えているし、おっと、入手できる距離が増えているし、消えるまでに時間がかかるようになってるしね。どちらかというとそっちの方が大きいかな。おっと、これでいいか。あ、飛びついてくるんだ。あぶねあぶね。
で、これは、バレットタイム。バレットタイムファクター 0.68。 6秒間、バレットタイム遅くなるのか、周りの時間が。いきなり使ってみてもいいけど、ボス戦だったら最高じゃね、バレットタイム。ボスが凍るとは思えないしな。今まで持ってたやつね。あ、インク一つ置いてきちゃった。まあいっか。物試しにやるか、バレットタイム。いきなりぶつけ本番でやるか。まあそれでもいいんだけど。クイーブラザー。よし、オッケー。どれ？ナイト&バスタード。あ、まあ、3だね。ナイトグローブ。物試しでやってみよう。あ、つけてなくない？シュリンがナイトグローブ。でもつけたの？ HP の隣に3って書いてあるね。防御力が3増えたのか、それとも3発分攻撃無効にできるということかな。これもやはりぶっつけ本番だよな、テストするなら。とりあえず進むぜ。おっと、俺ボスにリベンジするんだ。今度こそ。お、探索 100% だ。あー、チップス読むの忘れた、ごめんよ。で、おー、オーマイガッ、オーマイガッ、バレットタイム。やっぱり時間が遅くなってるね。あと武器が無限にあってるかと思ったけど、そうでもないや。あー、微妙。ボスファイト、マスターオブソウルズ。あ、また同じだ。私は彼の目を見た。その時暗闇が私を見ていたみたいなのです。それがちょっと出てくるか。あ、わかった。こういうことな。やべ。おお、やべ。まずは一つ。落ち着いてリロード。しゃがめるんか、一応。おっと。舐めるんじゃねえ、骸骨野郎。やべえ、骸骨野郎。こいつやべえな、骸骨野郎。正面から絶対相手にしない方がいいやつだ、こいつ。はい、ビクトリー。死にかけたけどね、俺。はい。なになに？カーソブシャーカー。あ、この前と同じやつだ。敵のダメージを 20% 軽減させる。いらん。そんなものはいらん。漏れなくインクに変えてやるよ。インクください。あれで俺どこ行けばいいの？一人。ページを一つクリアした後、近くにボスが出るよってことなのかな、そういえば。こっちね。この前ボスいたけど、てか俺死にかけじゃん。死ぬ寸前です、私。HP の最大値とか絶対上げた方がいいって。最大値もそうだけど、ドロップ確率上げた方がいいよね。全然ドロップしないよね、HP 回復アイテム。言ってはなんだけど。毒のやつ毒になるんだ、敵がね。あ、落ちた先に火の玉。はい、お疲れ様です。アップグレード。どこからアップグレードしていこうか。インクタイム、ピックアップレンジも欲しいな。ただこのままだと探索自体が続けて探索できないので、こちらの方をパップしていくか。ドロップチャンスも上げて、 HP の最大値2点か。コンボ20以上か。絶対そんなコンボもできないな。アーマーがなくなるまで、なくなるまでにかかる時間が多くなる。アーマーの、耐久値が上がるだよね。アーマー自体入手しないと意味ないから、あんまりな。どうする、上げるか。コンボ時間、リロードタイム短縮系も強力といえば強力だけれど、今そういう問題じゃないよね。インクの取得レンジを上げるか、素直に。これとりあえずインクの取得できる範囲が最大にあった。インクが消えるまでの時間アップも後々取りたいところ。ここら辺は取るといいんだけど、ストンプコンボタイム、敵を踏みつけで倒したときに取得できるコンボタイムがちょっと多くなるというものですね。ファーストトラベル、
まあいいか。こんな感じでどうだろうか。さてといった感じで今回一旦終了したいと思います。この分だとやっぱり今作はどちらかというとライブ配信向きなのかな。次回あたりはライブ配信でやろうかなとちょっと思いますもしかしたらこのまま普通にプレイするかもしれませんが、実際こちらの方まだね、アンロックできていないものがあります。これステージなのか別のタイプのゲームモードなのかちょっとわからないんですよね。残念ながらそういえば今作ね、日本語がまだ追加されていないんですが、後々追加されたりとかすると面白いんですけどね。ただ別に日本語などが、日本語じゃないごめん、英語がわからなくてもプレイできないということはないですけどね、今作という感じのゲームになっています。さてさて、では今回は一旦ここら辺で終了したいかと思います。ではまた次回でお会いしましょう。ホビドワでした。